キットマン北海道探索チャンネル北海道6日間周遊パス最終日、特急宗谷でフーレンと名寄に行きます。ご覧ください。この日の特急宗谷は浜那須編成といって5両編成です。普段は4両編成なんですが、増1号車といって自由席が1つ増えます。一般の方はそれを知らないので、私は空いている自由席に座ります。ちなみに4号車の自由席はかなりごった返して立って特急に乗っていると、そういう状況でございます。2号車と3号車は指定席になります。1号車は自由席なのにラウンジでございます。ラウンジの半分は窓側を向いて横に座るタイプでございます。で、同時刻発車の列車とこう向き合って私がね、動物園の動物のようにこう晒し者になってしまいます。そして岩見沢を過ぎたあたり、違うボックス席タイプの椅子に座りました。これはまたね、4人掛けで4人でね、こう旅行を楽しむとか、そういう人向けだと思います。1人の人はね、1人席で横を向いて座るのがいいと思います。で、トイレはね、多目的トイレっていうのと、あとは男性向けトイレ、この2つがあります。塩刈峠付近でございます。かなり雪がちらついてまいりました。札幌と道北の気候はね、やっぱ違うので油断してはいけません。このようにね、塩刈峠は雪でございます。車内はね、かなり暑いので雪ぐらいが涼しくてちょうどいいと思います。で、最後に、自由席に座りました。こう3種類の座席タイプにこう座って楽しむというね、私流の特急宗谷の楽しみ方でございます。この椅子もね、リゾート列車なので色彩とかもね、ちょっと普通のタイプと違います。さあ、まず名寄に着きました。名寄に着いてから普通列車で風蓮に、旭川方向に2つの駅を戻る感じになります。さあ、風蓮駅に着きました。この風蓮駅ね、どんな感じかなとね、前から気になっていたんですが、この国鉄の雰囲気がありますよね。以前 50cc の原付カブで札幌から中頓別に行った時の、途中にあったので、この風蓮の存在は知っていました。風が強くてね、めちゃくちゃ寒いです。T シャツとかでね、11月に行くとかなり寒いと思うので、上着は着た方がいいと思います。この駅前のね、この錆びた豪快な建物、まずね、迎えてくれました私をね。天ぷらラーメンと書いてるんですが、このメニュー表、おー、いいですね。これシンプルな感じでいいんです。この建物も存在感ありますよね。まあ、この風蓮エリアも倉庫なんかが多くて、農作物を保管しておくところが多いんだと思われます。この看板めちゃくちゃかっこいいです。毛糸のショップのようです。で、標津グランドホテルって確か今もありましたっけ。かなりダイナミックな豪快な倉庫がゴロゴロあります。これはまだね、中規模の感じの倉庫です。こう名前ちょっとね、よくわからないんですけれども、こちらは床屋だったかな、床屋じゃないかもしれない、何だったかな、理髪店ですね。この窓の形とレンガ調の壁が最高でした。実はね、かなり交通量が多いです。旭川方向から下道を通って名寄に行く途中に風蓮があるんですが、そのトラックとかがね、結構多かったです。これ商店なんですが、商店っていう消えた文字がありまして、こっちは書店って書いてます。商店で書店ってことだと思いますね。こちらのスーパーは西条の系列です。西条を知らない方はね、ぜひ道北に行ってみてください。道北といえば西条です。帯広といえば福原とかね、第一ですから、函館行けば長谷川ストアですよね。この道北エリア、あ、これ見てください、ゲオ気味です。ゲオではありません、ゲオ気味の、CD、DVD 屋さん、ゲーム屋さんです。一瞬ね、ゲオかと思ったんですが、ゲオ気味のお店です。あ、この形かっこいいですね。おお、ずっと見ていられる街です。思ったよりも大きい街なんですよ。
この風蓮に行きたいという場合は列車で来ることもできますし、あとはバスがね、あの2社あったかな、名寄ろバスともう一つあったような気がしました。この食堂もなかなか有名な食堂みたいですが、私行った時はやってませんでした。でかなりね雪が降ってきて、ちょっと冷えてきたから中に入りたいなと思って入れるお店を探してたんですが、なかなか見つけることができません。かなり傷んだ建物なんかがね結構あります。この木の扉かっこいいですね。ちょっと縮尺遠いですけれども、で近くから見た様子、原付のなんか指導員らしいです。私も原付乗るのでね指導してほしいです。そしてバス停、明治バスですね。明治バスと士別軌道っていう、昔はなんか簡易鉄道とか の会社だったんでしょうね。2種類の2社のバス停があります。この建物は交流会館的なものだったと思います。交通安全、この辺はね道がまっすぐでねかっ飛ばしやすいですから、交通安全気をつけましょうということです。この看板、おー商店って感じがします。この商店は閉店していました。そしてこのバスは士別軌道です。私もこのバスに乗りたかったんですが、乗ってしまうと次の列車に乗れなくなってしまうので見るだけに留めておきました。自転車屋さん、そして倉庫が並んでおります。向こう方向が列車線路のある方向です。この建物はね、この周辺の中では一番渋いかもしれません。この屋根部分、そして扉のね、この鉄の感じ、そして医薬用外毒物って書いてるんですが、農薬とかを入れておく倉庫だったんでしょうか、ちょっと分かりません。そして松屋という商店があります。酒類と食料品だと思われます。なかなかダイナミックな倉庫じゃないですか。で倉庫の間からまた倉庫が見えるっていうね、多分農作物を保管している倉庫なんだと思われます。ここ確かメインの通りだったはずです。こちらの建物は布団屋さんでございます。この屋根の感じもなかなかかっこいいですし、その横にあるこの看板もね味わい深いです。やはり北海道といえば農作物なんですが、農作物を入れる倉庫っていうのもねいろんなところにありまして、この倉庫に書いてある文字なんかもその地域独特のそれぞれの味わいがあるので、ね、そういうところも見どころでございます。この建物は廃ガソリンスタンドだったような気がします。そうですね、廃ガソリンスタンドでございます。小型のガソリンスタンドですね。そしてセイコーマートがこの風蓮地区にもありまして、ここをねメインの旭川から名寄に通じる道として使われています。そしてねやっと見つけました、カフェです。この風蓮ではねかなり有名なお店で、Facebook もありまして、こちらの店員さんとね話させていただいて、このパンもね非常に美味しかった。塩パンがね私の中ではおすすめで、私が食べた塩パンの中ではもう最高レベルの塩パンでした。親切にねハロゲンもつけていただいて、コーヒーとパンもこのように出てきます。シンプルなパンが美味しいパン屋っていうのはねやっぱりいいですよ。うん、こちらの店員さんにもね、風蓮地区は10年ぐらい前までかなり古い建物があったんですが、最近はコンクリートの建物が増えてきましたなんてね、そんな話をしました。ありがとうございました。